1日1戦ポケットモンスター3ムーンレーティングバトル、実況者のエテです。よろしくお願いします。はい、冷凍の第1シーズンが終了いたしました。ってことでね、とりあえず結果発表、結果発表といきましょうか。第1シーズンのエテの戦績ね、ちょっとグローバルリンクの方に飛びまして、では見ていきます。ランキングからね見ていきましょうか。もしかしたらねワンチャン1位、から10位以内、もしかしたら入ってるかもしれないんでね、一応ちょっと順番にね10位まで確認していこうと思います。はい、ということでエテのね、シーズン1の戦績はこちらです。はい、シングル、だけやったんで結果として2勝5敗、2勝5敗シングルのランキングはなんと169,693位。だいぶ頑張ったね、めちゃくちゃ頑張りました、エテポケ。なんで今回シーズン2はねこれを上回る、記録を狙っていこうと、新記録自己ベをね、これを上回る自己ベストを、叩き出してやろうと思います。はい、難しいけどね、これを上回る1456とかね、そこら辺狙っていこうと思います。はい、てなわけで本日もレートやっていきます。新シーズンシーズン2ということでよろしくお願いします。はい、SKさん対戦よろしくお願いします。鉄格屋、テテフ、ガブ、ボーマンダ、フェローチェ、ミミック、とドラゴンが多いということはコケコが刺さるんだけども、まあ電気はけど効かないからね。いやけどここコケコでいったら、いや警戒するでしょ、そりゃ警戒すると思うんで、ミミッキュ、ダダリン、コケコか、ミミッキュ、ダダリン、コケコ、だね、ミミッキュ、ダダリン、コケコでいきます。フェローチェって何タイプになるんだろう。ボーマンダとガブはまあコケコで見る。鉄かぐやは鋼だったっけ、鋼、テテフ、エスパー、アーケオスの使いどころがちょっといまいちまだわからんな。アーキオス、分からんな、アーキオスの使い道が。ここはコケコ、はい、これでいきます。エスケさん対戦よろしくお願いします。いいね、このグラジオの BGM いいね。ボーマンダかな、なんかマンダ来そうなんだけど、あ、それはないか。ガブ？ガブ？フェアリー耐えるやついたっけ。ガブ、ボーマンダ、ミミッキュと、テテフ、いや、ここは普通にじゃれついていいと思う。じゃれついていいね、ここは。はい、大丈夫です。一旦これで化けの皮剥がれる、大丈夫です。なんか前回のさ、あの最後の、あのシーズン1の最後の動画のエテノダダリ、どうやら幸せ卵を持たしたまんまだったみたいです
あーしくったサメ肌。タスキが壊れてしまった。うわ、電磁波打つべきだったのか今だ。電磁波だったのか今だ。いや、ここ交換したとしても地震をさ受けれるのがさ、まあコケコはまあけど食らいたくないしな。半分は、半分ぐらいはいくんじゃない。ダメなんだよ、ダメなんだよ、これはダダリンはダメ。いやー、ここはちょっとでも削っておくべきか。駆け打ち、うん、いいでしょう、いいでしょう。もう地震耐えないもんね。 それは無理だわ。そうかー、もう頭に入ってなかった、サメ肌だった。砂隠れの株なんか使って抜いてぐらいだよな、そりゃそりゃそうだわ。砂隠れ株使ってんのはいてぐらいしかいねえわ、それは。で、ここはマジシャイでいこう。もう交換するかな、交換してくるかな。けど交換しなきゃ、せっかく抜いたミミッキュが意味なくなっちゃうからね。さあどうする、さあどうする。引っ込める、テテフ、フェアリーにフェアリーって聞く聞かない、聞く聞かない。これ聞かなかったら悲しいお知らせなんだけど。おお、おしゃしゃしゃ、半分持っていった。さあ、ここなんだよな。変えてもいいかもしれない。まあ、S は多分買ってると思うんだけど、エテノコケコはね、その S がまだ V じゃないから。いや、振って努力値は振ってるんだけど、 S が V じゃないだから、ないだから。いやけどこれはね、先手取れればね、落とせるんよ。先手取れれば。いや、ここ変えてこないよな、さすがに。さすがにこれで変えてくるようなことはないでしょう。耐えるか。やばい、やばい。はい。いや、ここはもう交代しないでしょ、さすがに。で、どうする。ちょっと待って、勝ち筋なくなった。もう、もしか、もう早くも勝ち筋が。引っ込めるタイプ、引っ込めるタイプ。なんだろう、もう一匹目を出したいのか。落ちるでしょ。えーす。もしかしてタスキ警戒したんかな。タスキ警戒でサメ肌食らわしてあれしたんだったら、すごい賢いこの人、すごい賢いだとしたらね。シャドウボール耐える、耐えて耐えて、突撃直撃。あー、パワー。ちょ、最後ラスイチ何、ラスイチ何、鉄火具屋とか。ちょ、ラスイチなんすか。ガブで防マンダ入れてるわけないよな、さすがに。
さすがにそれはないよね。ガブデボーマンダ入れてたら、もうドラゴンのあれドラゴンじゃん。は？大気中悩んでおりますね。最後の一匹を出すか出さまいか非常に悩んでおります。ミミック。化けの皮でしょ。ちょっと待ってよ、これタスキなんだろうな。うわー、ちょっと待って、なんとか勝ち筋がない勝ち筋がない。もう S も負けてるよね。だよね。痛い、くそー。一日一戦ポケットモンスターさん。